まは本来であれば今日 TS 第6弾のイベントを終わらせて累計を引いて、もし大松さんが当たらなかったらガチャ動画をね出すつもりだったんですけど、まあこのありさまで明日の昼3時15時までねメンテナンスが入ってプロスピが開けないということで、まあ実は僕ね昨日1回も、プロスピを開くことができなかったんですけど、まあそのためにねちょっと動画が撮れないんで、まあ本当はね、5日後ぐらいに出す予定だったこのね最強の純正を作る方法の完全攻略版、前にね1年間全てのガチャをねまとめてどれを引いたらいいよとかいうね、動画を出したんですけど、まあその時にね、まとめてほしいとか、まあ結局無課金は何を引いたらいいんだとかいうね、コメントがたくさん来まして、じゃあこの際にねもう1から10まで全て無課金とね微課金で分けて今日は解説をしていこうと思います。まずはこちらをご覧ください。1年間に獲得できるエナジー、これがねだいたい1ヶ月に1000なので、まあかける12で約12000。まあ1000はね正直ちゃんともう普段のデイリーミッションとかリアタイをねしっかりやって日々の報酬をもらってないと1000は多分いけないと思うんで、まあちゃんとね真面目にコツコツとプレイしているユーザーがね1ヶ月に1000獲得することができます。でこの画像はね無課金向けの画像です。後でね無課金向けの説明もします。ではまずね、TS 第1弾から第6弾、そして OB 第1弾から第6弾。まあこれはね、まあ純正にとって一番大切なガチャなんですけど、この1万2000あるうちの8000、4分の3ですね。だいたい4分の3。これをね、このガチャにぶっ込みます。まあ内訳はだいたいね、1000、1500、1500って言って、まあこの1000っていうのは、まあ偶数弾のランキングがね、緩い時のエナジー数ですね。で、次の1500は奇数弾のランキングが激しい時のエナジー数です。で、次の1500も奇数弾のねランキングが激しい時のエナジー数です。まあでもこれはね正直だいぶ多めに見積もってるんで、まあ例えばこの前ね TS 第5弾で僕はカラカワさんを取ったんですけど、その時の実質のね商品エナジー数はまあだいたい600ぐらいだったかな。だから偶数弾のランキングが緩い時でも、まあ、1000はいかなかったんで、まあ正直ねどちらも3人ずつで8000ってやってるんですけど、まあここはね多分もう少しね余裕持って取れると思うんで、まあそこはね各自調整しながらやってくれたらいいと思います。でもしね余ったらもう一回ね、多く他の TSOB を引いたり、もしくはね他のガチャに回すっていうのもね選択の一つかなと思います。そして2つ目、アニバーエキサイティング、まあこれはね合計4回あるんで、そのうちの合わせて2回、3000、これねカッコして引かなくてもいいっていうのは、まあ、やっぱりねメンツ的にこれは引いてもまあオーダーの強化につながらないとかいうね時がまあ結構ね純正だとあるんです。例えばロッテのねシリーズ1のエキサイティングは藤原さんと山口さんでした。まあこれは正直どんなにねオーダーが揃ってなくてもまあスルーできるぐらい、まあ2人ともねあんまり引く価値はなかったんですけど、まあそういう時もあるんで、まあここはね登場選手によって引くかねどうかを考えましょう。ちなみにねシリーズ2のアニバーサリー、今のところねペルドモ・ポランコが1位2位で、その後にね種市さんが追いかける感じだったんで、まあこれだと正直ねこの3人誰が来てもまあ2回引いた方がいいと思うんで、まあそうするとね合計で2回でまあこの表の通りになるんですけど、まあ1回しか引かなくていい年とかもねあるかもしれないんで、まあそこはねうまく調整しながらやっていきましょう。そして次に A 確定ガチャ、これはね3回分ですね。でこれはねかける4ってしてるんですけど、まあ上の表もね TSOB、 さっきはランキングで1000、1500、1500って言ったんですけど、1000と1500の分だけランキングで走って、まあ1500の分はガチャで取るよって書いた時に、まあ、4回になるんで、そうするとね、300エナジーで進むことができます。まあここはね多少の誤差はあるんでうまく調整しながらやっていきましょう。そして煙突コーチ、もうこれは本当にね無課金だと多分毎回引いてるとねやっぱり多少足りなくなってくるんで、まあここもねエナジー消費具合を見ながら、例えばね、アニバで今年は1回しか引かなくていいやっていう年だったらまあ普通に引いて大丈夫だと思うんですけど、まあこの表の通りに行くと、まあ年に2、3回かなっていう感じなんで、まあエナジーに余裕があれば、ここはね、引いていいと思います。そして最後に覚醒イベント。これはね、ガチャじゃないんですけど、まあなるべくね、純正だと覚醒選手もね、だいぶ大きな戦力になってくるんで、まあおそらく100エナジー、200エナジーで、極みは作れると思うんですけど、まあここにもね、エナジーを出して、なるべく極みをね作った方がいいと思います。
まあ、これで、まあ、今説明したね、これでだいたい1万2000エナジーになるので、最短でね強くなれるエナジーの配分方法かなと思います。まあ、正直この表をね見る限りは、あれ福袋は引かなくていいのとか、セレクション引きたいんだけどとかいうね人もいると思うんですけど、まあ、正直無課金で1万2000エナジーだと正直ねそこまでいっぱいのガチャを引くことはできないんで、まあ、無課金でセレクションとかねスペシャルレアリティのガチャを引きたいなら、まあ、このサイクルを多分2年ぐらいやってある程度選手が揃ってきて、今年はね TS1 人でいいやとか2人でいいやとか、そういう節約をした時にセレクションとかねスペシャルレアリティが引けると思うんで、まあ、まずはこの表のねサイクルでどんどんオーダーを強化していきましょう。そして次は美課金ですね。1万2000プラス魔法の力ということで、まあこれはだいたい1ヶ月に1万円課金する人のねエナジー数を元に計算してます。まあなので1ヶ月1万だったら、まあ普通にバイトしてる学生さんとかだったら、まあ全然やってる方も多いかなと思うんで、まあ月に2万3万するよって人はもっとねこれより多くのガチャを引くことができます。ということでね、 TS1 段から6段必要な選手やスピーカー予報要員、まあこれねさっきは8000だったんですけど、今回は1万ということで、まあプラスでね1人か2人多く取ることができます。で、美化金になってくるとねオーダーも強くなってきて、スピカイ保養員のための A ランクね引くために TS の狙い撃ちとかね引くことにもなるんで、まあちょっと多めに1万で計算してます。まあこれもね多少個人差があるんで、まあ基本はねさっき言った無課金の進め方でプラスでねちょっと余裕があるよって感じになってます。2つ目、アニマエキサイティング、必要なら毎回で、一応ねさっきと同じ3000で計算してます。まあこれはねなんでかっていうと、まあやっぱりオーダーが強くなってくるとアニマエキサイティングとかいうね通常選手は正直ねそんなにいらなくなってくるんで、まあリーグ勢とかじゃなければ無課金とね引く回数はあんまり変わらないかなと思います。続いて A 確定ガチャ約500、まあこれはランキングをね走る回数にもよるんですけど、まあ TSOB のねちょっと予算の方を1万に増やしたんで、まあランキングを数回走る回数が増えるかもしれないということで、まあこれもねちょっと多めに500というエナジー数にしました。まあこれもね走る回数によって多少エナジー差が生まれてきます。次に幻突コーチ、これはね毎回ですね、まあやっぱり魔法の力をね使い始めてからはオーダーがね TSOB で埋まってくんで、理解法とか限界突破とかそのためにはね突コーチが必要になるんで、これはね必ず毎回引きましょう。続いて覚醒イベント、これは必ず極みを作れるまで、まあ余裕があればね称号とか戦士道にね A ランクを貯めれるぐらいまでは作った方がいいかなと思います。まあこれもね、シリーズ1のペルドモのように無課金とね大きな差を作れるんで、早くね限界突破を進めれたり継承がねしやすくなったりするんで、ここはね毎回極みを作っておきましょう。そしてセレクション、まあこれはねスペシャルレアリティも含めてます。これが1回2250、まあということね、これはまあ正直1回2回ちょっとね多めに引きたいという気持ちもねわかるんですけど、まあ月1万のね課金で年間2万1360エナジーなんですよね。まあそう考えた時にセレクションねちょっと2回引いちゃうと予算オーバーになってしまうんで、まあ魔法の力をね解放すれば2回とかね3回とか引けるんですけど、まあ一応月1万の人はここね1回を目安にしといた方がいいかなと思います。まあどうしてもという時はまあ頑張ってね働きましょう。はい、そして最後にベスト9タイトルホルダー、これもね1回です。2250エナジー、まあ正直今年はねロッテだとマセダさん、ペルドモ、タネイチ、ポランコがね可能性あるんで、まあそうすると1回じゃねやばいかもしれないんですけど、まあさっきも言ったね月1万の課金だとまあ1回しか回せないんで、例えばポランコだけ取るとか、例えばペルドモだけ取るとかいうね感じで欲しい選手をね絞って獲得する方がいいかなと思います。はい、というわけでね、無課金美課金に分けて1年間にね副ガチャをしっかりね表にまとめたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ正直僕なりのね早く強くなる方法はこれがね最短だと思うんで、まあコツとしてはなるべく通常選手のガチャはスルーしてミキサーで獲得する、まあこれにね本当に限ると思いますんで、よかったらこのね進め方の通りにやってみてはいかがでしょうか。まあよかったらね何回も見返しておけるように高評価をしてもらえるとありがたいです。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ありがとうございました。